誕生み会もか変わったの。こ、うん、ういうことこういう経験したからこういうい,いろんな対策を練られ。現実が皆さい、うん俺も、うん、おあれ見ても全然変わらないの、うん。こういうこと経験したいがこういう。あ、うんだった。こういうことこういうなんか革命を否定するの革命なんか共産主義だ。なんか最後にまだもう気だいたとけこいつ時代遅れない。 こいつらこそ本当の押し付け、教養巻き込むなってことで巻き込んでるよ勝手に、おもて、もうおもて、じゃあ、まあ、いろんな人が言うやろ、新しい生活に入りましょうっておいうことだ、ああいうなんて何、うん、でもいい、結なんたらやってるよ生活自分そういうことだよ、もうもういうことだよ、もうじゅ自分たち自主的対策練ろうってことはもういいんやどうせ、それ大事講師難しいんや。 俺をしたらもう一見来えもう今度こそこのし見らずに反乱こそリコール請求と怒るやち怒るもう怒るぞもう一見来いらんぽ、うん、怒るぞなんていうことで、うん、おいやんぽやっと問わずにそういうことやんぷんぷんぷんまあこういうことやこういうことや、うんまあ溜め込んだおかげで結構う <laughs> 今日だけ気にないんだけどまあ選挙式、まあ、生活意味あるからね結構稼いでたよ あんまりほないやね、マンションには住んでるけど、あんま賃金、家賃はな、まあ、こういうところやったら、安くても、ここら辺んにも、最近長め、できた、マンションにも、まあ、あそこ、たぶん、まあ、九万ぐらいやろな、まあ、まあ、安い場合やで、ね、たぶん安い場合でも。まあ、あね、まあ、八万円、の家賃、八万。それぐらいなんや、ね。 ちょっといい。Wi-Fi とか設置のいいんだ。できそうな優先のね。そういうところがもうこういうところが高いんや。仕方ないんや。こういう運勢ついブ,ブ,ブンブンブンって。こういうところに住んでるかい。ああ収入は高いってことだ。あと確定し。からね、ギャグに住民税。もう安いんや、ギャグにと。そう、住民税はないんや。もう所得税って、だってやもう市区町村。みんな現 自治権とか県とか市が儲ける所得税になったんや、ね、所得税に問い、あ,あこれで、ね。ふるさと納税考えで長間とは大垣。納税してるやん、さあもう時々、うん。納税、もちろん、何さ。合図ね、まあ、普通、見 <laughs> てんかて。ね、まあ、こういうことん、ここにいる、ね。あ、もちろん納税値や、まあ。住所だからね。浜松セはりもちろん返邦なんで納税してるやん、返邦書。 ってこっちはもう泳ごったもんね。こういうことやん。で、もう住民税が所得税になっちまったやん、こういうこと。ね、非課税枠は引き上げないで、ほ、うん。これはもうこ、こいこい非課税枠はもう200万まで。したい。ここまで3、30名がこういごうっとや導入したかったら人口増えるんやん。人口増えちまってん、現実。 1>, 1億3000万とは違ってん、こっちは1億1000万、もうむっちゃ増えてもだよあのー、結果でもあるそう有権者登録あれ多かったよそう年齢引き下げない15歳。成人年齢は18歳かかわらん。飲酒も,もん、ね、こんなう18歳から飲めるようになって、ね、で、できるようになって。そういうこと、うん。違って、そういうこと社会協定で結んでるから、そういうの憲連邦協定制度って、あなこれ、 まあ、ロシアのね。連邦創設条約みたいなの、ああいう参考にします。皆様、そういう状災害協定、あれと同じ、ね。あれに基づいてやってるの、ね、交通協定、まあ、あれね、あれが交通版の独占品、道路交通法みたいなもん。なって、免許証、あれね、実はね、引き上げられたい。<laughs> そう。初回はもう、実際と、ちょっとね、ここ厳しい。そう、一年。 1>, かんないよ1年間、押して、ね、次の2回目、まあ3回目までの工事。だから、おまあ5年になったよ。押してここからね、そう10年になっ,ておうおっかなったよ。おにあったよ。まあんまり更新できたよ。こういうことや。防衛手帳持ってるからね、サムはもう軍の退役者やから。防衛手帳ね。これも8年に1回更新になってん。おうバイ どう言ってるんやまあ、こういうことや。まあ、一応ね、あっちの合図。あってたよ。もう元から、こっちの、なぜ東北さあ、あの、仙台。村しだで順守見合ってるんや。こういうことは、うーん。それにとは、こっち、西。ああ、私を見られてることは、あ見せ。昔は、島津家とは、もういいけど、西。派閥ね勢力を見合う。 うん、それが今四国にやってあ、うん、ったんやんか。うることは四国は4。って。モンセー軍のの拠点だったら分かって。うわ厳重にねえん。淡路。まあね、そのための淡路。指揮センターって、ああいうん、ことは、のためにもうけたんやん。ほんま。ねえ、おいうことやん。舞台打って。だね、かい。ねまあ、やゆしん軍関係ないで。どう 他の軍手から選抜されたメンツ。単純にアメリカのナショナルガンそうやろ陸軍とか空軍が。まあまあ、今は宇宙軍ね。そう、うん、臨パン戦でやり始めたや参謀総長とか、参謀総長代行とか、そう。この、うん、政国軍のメンツ。入れ替えるのちゃんと統合戦闘軍みたいな、統合戦、統合戦闘軍みたいな形になってるやん、うん、よった。 まあ、いろいろとだね。まあ、ねまあ、<laughs> 日本語では階級故障はありやって統一されてるけど、あ、うんたは多分群衆つければいいだけ。うん、英語ではちょっと違って、可視館からは結構豊富なんや。うん、そう、バラバラにしたやん。そう、豊富だって。うん、バラバラにしたやん。んんブンブブーンってこうなったら、<laughs> うん、さまごちょまで定数があるんや。<laughs> そう、いろんな状況だからね。そんなに増やせんからね。<laughs> さあ,あ、現実が何なん隊そやろ定数はお前増やさないでくれて、用意してやねん、召喚級は定。定数は増やさないでく。階級故障は増やしてもいい。って言ってるよ。言ってるんよ言ってるんや。ちょっとあれ無理なょう、ね、とか、無理が生じてきたうちょっと無理。もう行き始めたよ。いや、あの、回復。航空自衛隊が戦力少ないから、それで配慮してか、そうじゃないんや。 別にいいんやんかい。もうちょっと定数増やしてもいいって言ってねえわ。もういいって言ってねんや別にいいって言ってねんやもうどうせえねんにせえ。カエータにあるあ半1割か2割はそっちまだな。まあ。でもできるんやん。もう海兵隊作ろうって言ってんやもう何のために作ったアメリカかい。さあ準備期間。兼ねているからほんなにすぐうん 創設できるはねい。隊があるから大丈夫だね。その兵が使えないよ。なかなか。俺は大丈夫やと思うわ。もう俺も軍じゃないが俺はもう兵装で海軍式の。これでいいと思うわ。もうもう。と思ったらこれで統一しました。やれるなと思ったらいけた。うん。憲法上問題ないんかった。多分官僚の抵抗や。こいつら。なかなかできんや。それだけもうおかしいと思ったよ。あの。思ったよ。こういうことや。もう問題。 ああ、もう、例えば、文民党、セルビアンコンやん、日本の全官僚たち、国家中を問わず、もう全員敵を学者も医師もそうやで、ね、ほとんど公民やからそう、官僚やから、解釈者、弁護士もそう、あなたにはセルビアンコン、対将、適応対将やで、ね、漢字が知らねえ、なぜかもう同じやで、ね、俺ごてえね。お局部も取り締まりにゃねゃあなたたち。ああ。 治安仕事業ね。民営化消化でもう決定した。えー、日本優勢の,の民営化法ね。ちょっと皆さん、そうちょっと法人向けは上あの預貯金ね、講座。あれは上限撤廃しようと思ってる。は郵便法でヤマトホールディングスはサファーキュービンホールディングスも参入したいの。お他の参入したいの。経理愛さん。もこれは認めようと思ってるの。せっかく民営化したいの。

卑弥呼はそのティトみたいな元祖、ヨシヒッポブロステ元の立場やったよ。うんこと議長やったよ。決してクイーンって女王ではなくて国語でもなく、そう、チェアです。議長やったよ。今ではプレゼンス、大統領、総統みたいなこと、うん、立場。で、統治じゃ、こんなに干渉して、ちゃんとみんな集めて、閣僚の閣議も兼ねた、議員たちも。 議会を開いて、ちゃんと協議して。笑うわぬ、私はぬ、まあお、もう、様子を見承認するだけやから、あなたたちでやりなさい。もう、任、う、せ、ん、てるよな象徴みたいな、自分たちでやりなさい。うん、やってたよお、ちゃんとやってたよ、内閣性。ってこと、うん、反大統領制みたいな、たうん、やってたよ。おーうん 私任せますで冬やったらもう今まで元祖拒否権制度みたいなやってたっていうことそういうことユーゴセルビアの顔に多分きっとも拒否権行使してたと思う,うおい危ない事案に関してはもう拒否権発動するってことでもう多分やってたと思いますねそういうこと <laughs> さあ同じやってホッチャーさんもねあの宗教ね あの女すんにんや、スニア。レジ別ンシーハーの世にセルビア政教。信者もいるし、オーマーカトリックのシンユダヤ教の信者もいるから、そう。自分たちだけ優遇返事はよくないってでしょう。俺たちは、ね、よくないでそれでいい。一括です。お無宗教、つまり政教分離んん、法制化しへんかんしゅ法制化しへん、もう、せかしまってん、もう、ちまってん、んう、今日国家戦に。そうよこった。 プージンさんの神の言語で言う神に先まり神もで言うおそれは神て服従せよって。そういう意味で儲言うすごい神に言うと、神に言うと、それはエローションです。今日、まあカトリックもいるから、もう入るよして、結果、もう。ああ、ージンさん。 政教会で、知ってたよロシアンセイ。もう、今、時は問題になってたピ。ピョードルタイ。時代から政教分離の時代が発展、ロシアンセイ。徳川王朝と同じ時期にやり始めたやソビエトになってようやく、大宗教国家統制。あこれ、今日ではないで前宗、特定の宗教保護ではなく、あくまで、うん、あ宗教のほかではなく、あ 従いってことで税金も払いってことでそういうんのぜって決してその政教分離宗教を持ち込むな。中国もそうでしょ。知ってますよ、あの宗教団体じゃん、宗教。感謝は必ず申告しろってことを前提で維持してる、そういうこと。もう,いやう,いうししいよう、俺も問題視したよ俺もこうように 大社あるでしょ、もう、これ以上する。いつも料金徴収に来るやん。俺も問題しゃう。ああ、問題。ああ、全然政教分に。ああ、なんて。急に、報告、もうあれ、全然守ってたんやん、政教分。ちょっと非宗教的な、なん。やるべきやて、全然守ってたん、ね、だ。もう、あん,ん,んなんて。省いてよし、即位する。もう、問題やかもう憲法やん。こっいつらいても、もう、もう出すか こう宣言する。もう言う。非暴力的開発、平和的。で共和制行こうのもんで。ちょっと無理やっては自民党が言う。妥協無視拒否してる時点で、もうあんな話。交渉決定し、さん犯罪者そういうことやもうこうすもう強行主題にいたすまんねもう。今の平和なんもしあげんね、もう強行主題にとったもう厳しくなった。あのじわからじゃないやん、厳しく。うんじろけでつぶす。 いやね、そういうことになりました以上です。